これでトン2曲です。親は滝沢です。まあ、今のもいろんなこと考えて数万は打ったと思うんですけど、うわーすげえいっぱいだ、これは大チャンス、タッキー大チャンスです。ヤンマンからかな、ダブトンがヒソか、こう、ちょっと両面のねスチーマーのターツがある以上一気に本一ってわけにはいかなかったですね。そうですね、なるほど。梶本さんだとやっぱりリアンマン切りますか。リアンマン切りたいですね。まあ、救済シャアの重なりでもそうですね、本一っていう選手もいますよね。面本になれば、あ、勘ですか。なんだこれ、ここでここで勘してもいいんじゃないですか。いっぱいでも、おわ、引いた、いやみんなに見せた。どうだ、ダブトン勘だ。これだってチュンポンしたらもう漫画のテンパイですよ、はい、そうですね、あのダブトンでねテンパネ、アンカンシェルのテンパネなので。白鳥さん、こういうのってレアンソとかチーソ食い伸ばしします？絶対しないですね。あ、これでこれでウーマンローマンはありますね。はい、1枚外しただけだったらシャーチュンが止まるかどうかわからないですもんね。そうですね、でも次の手出しは結構気使います。気使いますね。ローマン、ね、ウーマンって見せちゃうとあの相手に早いのもバレてしまいますし、はい、あでも1打目に急走打ってるから相当の本一にはちょっと見えづらいのか、それでもなんか何かしらはあるなと思われちゃうので、だってダブトン暗冠してるのに、ダブトン暗冠してるのにその両面ターツを払うっていうことは、はい、リーズもダブトンでもう満貫なわけですよ、はい、なのにその両面ターツ外すってことはやっぱり何かあるってことですもんね。はあはあはあ、相当な異常事態と見て書いては構えますよね、だからウーマンなんか余っていらないじゃないですか、はい、だけどすぐ切ると情報が相手にバレちゃうから、そうなんですよ、ちょっと引っ張りたい、ただでも次ウーマン切れば結局同じなんでしょ。いや、ただそれまでが違くて、はい、例えばキムさんが今あのションパイのハツ切ったんですけど、はあはあ、このハツもローマンウーマンって打たれた後だったらハツ止めちゃうかもしれないですよね。あ、そうなんですか、キムさんは 今のうちって言ってハツ切ってるんですよ。そうかそうかそうか、なるほどね。ローマンウーマンってい もう確定した情報が出ちゃうと、はい、やばいこのハツも当たっちゃうかもっていうのでハツ止められちゃうことあるんで、あシャーチョンを引き出すためにウーマン打ってないってことなんですよね。はい、だってすでに乱走とかね、滝沢に危ない可能性がある、まあ、序盤の裏筋を先に処理しますもんね、そうなんですよ。もう来るかもしれないなってみんなが思ってるところにウーマンがダメ押しになっちゃうので、はい、相当自体には気を使って、このつもぎりですかね、まあ、今のうちって思ってもらえるかどうかはやっぱり大きいわけですね。大きいですね、はい、いやどうする、チーソー打つか、ここはまっすぐチーソーを切っていきました。あ、とんでもない手がリーチか、メンホンダブトン、はい、リーチある、うー決めに行った。これはもうこれはもうキャンウソーが3枚場に出てるんで、ええ、ちょっと打ちたくないなって不安もあるところでっていうところですね。じゃ見てくださいこのキムさんの対応、リャンウソーだけもう先に処理して滝沢さんのアンパイを抱えまくってるわけですね。ドラ入った、ドラドラ、あーリーチありますね、向かってくんですか。ただ1枚ずつシャンポンは飛んでるんで、あペンチピンだ、ペンチャンで親リーに向かっていった石橋、ファイターだ、石橋一発も、バイマンですか、あ、オライオン、トリプルだ、いやこんな手を久々に聞きましたね。滝沢上がった3バイマンスターですか。いやこれは大物手炸裂、
すごいですね声が出なくなっちゃいましたね。リーチ一発も面本ダブトン裏 4,、裏4、はい、あここで親の3倍マン炸裂です、うん、まあ仮に逆転なんですか、自分が悪い状態になっても最後の親があるっていうふうに思うので、一番怖いのは可能性がなくなった人が上がりにかけなくて曲が進まないっていうことが結構怖いんで、それは割と最後までなさそうだということも考えられますよね。まあですからこの泉の親番は他の3人はもうねあっという間に終わらせないと、高くかぶせたいですけどね、まあ終わらせるのはもちろんですけど、はい、だこれだとねドライ色の本一にしたいぐらいですけどね、須崎それで3層から切ってるんですけど、南平統一の泉です。そして二階堂、おいいとこ引きましたね。これはピンズも伸びやすいですしね、須崎の手はちょっと期待できますよ。二階堂も6チッパーぐらいには仕上げたいですけどね、もしくはドラを使った、ピンズ仕頃にして面単ピンドラ1とかね。あでも今回はでもみんなはまあいいですね。ここはピンズに染めに行きます。須崎、お泉も名本チートイツなどを作りに行くんじゃないですか。おお、二階堂もいい形になった。いいですね、あれだと次パーピンを1枚外して、6チッパの種を残しつつドラを引いたら面単ピンドラ1っていう構えが取れますから、はい。そして鈴崎はさらにピンズが伸びました。二階堂は3ピン、そうですね、例えばこれパーマン引いてもパーピン切り、3層引いてもパーピン切りっていう感じでね、6チッパの形かドラかっていう両天秤に構えられますから、おお、マンズいいシャンテンですよ。メンホンチートイツ、あー G1 切ります。泉、そして二階堂、まあ嬉しくないですけどしょうがないですよね。さらに中田はいいシャンテンですか。まあそうですね、天敗ですね。面単この流派は、はい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 、はい、この流派は一枚切れですね。ええ、でこれみんなね割と手がいいんで、二階堂と中田止まらないですよね。掴んだら出そう。その前に天敗入るか。鈴崎、鈴崎はここで自敗か。ピン3ピンが場に出てるんで、例えばハクチュン残してシャーチュンシャンポンでビーチっていうことも考えられますけどね。積もった。6000オール、いやーメンホンチートいつもこれは強烈。優勝に向けて一歩大きく前進しました泉由紀子。これはすんなり決まりましたね。親でのこの一撃は効き目十分。なんかねこう今回のシリーズに関してはここまで3戦戦って忍びのものというよりはね全面に俺は行くぜみたいなところも結構あるのかなっていうふうに見えますね。かなり手配が入ってそうですもんね。これ色が分かれましたね。病のハイパーもドラさんでねピンズによっててすごかったですし、村上もね想像が結構多めで、ちょっと俺ドラさんですよね。チーピンね、もう一面つ候補がちょっと見えたら動きたいところですよね。まあペからでも動いてもいいんでしょうけど、そして最後のチーピンドラが藤崎のところに来ました。二差しこれで動きやすいかな。9ピンもポンするでしょう。仕掛けた、すかさず9ピンをポンした病です。いいシャッテン、ペイもお高手ですからね。そしてマンズが来る。井出、村上としてはどう構えますかね。自分の手も悪くないですからね。
まあ、今のところはまだね山に対して厳しいパイは持ってないんで、うん、おー、うーん、まあ9ピンがねもう3枚使ってるんで、ええ、スーパーピンはそんなに嬉しくない。めっちゃ嬉しいのはペーですからね、ええ、あとは数ピンとかローピンとか、まあでもいきなり9ピンポンから入るわけだからある程度打点はね、うん、高いと思われますよね、うん、山井のジャンプからもそういうのってあるんですね、うん、人を読みからしても、うん、ペーのでは期待できませんか。うーん、どうなんでしょうね。自敗は割とまあ安くなりつつあるんですけど、はい、ああ数万なんですね。もうパピン、ああ残った、さすがにウピンだな。いやー、テンパイが入りました。これだけ順調だとね、うん、どう見ますかね。一色じゃない可能性もちょっと考えたりするかな。トイトイとか、うんうん、あ、ドンピシャになっちゃったね。通りません。いやーこれが1万2000。はい、わ、失礼します。先にね打っとけばちょっとあれだったんですけど、ありがとうございます。まさにドンピシャのタイミング。まあギリギリまでは引っ張ろうという思いだったでしょうね、うん、村上さんにすれば、うん、そうですね、うん、お、パッと見なんか、ああとはそうでもないか。相塚一面つあるんですね。あと上の三色の可能性はちょっとあると。お、ドラドラ、テンションアップ。これはテンションアップですね。ね、これはね、一巡目のツモドラドラはテンションアップですね。はい。平川本一含み。はい。そうですね。まあ、パーワンからいったからね。マンズの切り出し。おお、ヤクヤク。うん。ますますテンションアップ。アップ。ね。ハクもまだ山にいて、リューハはここちょっと滝沢からそう簡単に出てこないかな今度は。そうですね、やっぱりこれだけ点数持ってる滝沢プロは怖いですからね。絶対出さないというか、うん、なかなか出さないでしょうね。おお、本一も自然に本一いけそうだねこれね、さらにテンションアップさらにですかどんどんアップしていっちゃいますねこれね。これでも何ぐらいは先にね、いけるんじゃないですか。あ、これ出るか。あ、出るかも。あ、出た。ポンか。泣けますね。ポンした何切るかですね。あ、3ピン2ピンじゃないですか。シフトがもう、はい、そうなってる。さすがに打点か。はい、あるんだけど、あとね、やはりね、柴田ポルの捨て牌が9ピン、2ワン、2ピンなんですよ。はい。3ワンが出てくる可能性があるんですよね。確かに。確かに。チャンテンになりました。これをできるだけリャンピンをまあすぐ切っちゃうとね。ああ、そうですね。ンズに行ってるのが、まあ、例えばここで仮にハツが泣けたらもうすぐバレちゃうんですけど。ああ、まあ、バレてしかも出てこなくなるんだけどね。なるほどね。うん、流れましたね。あ、チャンテンか。うん、お。つもぎるでしょうね。引いたんですが、これはつもぎる。ただこの後換算ワンチーした時に出てくるのがニャンピンで、さあ龍波だ。泣けました。これもちょっとバレそうですよね。うーん、バレるかな。バレるけど待ちは限定できないので。はい。ハネマンテンパイ。はい。いや、そうハネマンテンパイ。ヤクヤクドラドラ本一三ワンってどうですか。三枚いけるんじゃないですか。滝沢が一枚孤立。一枚しかないですよ。おお。激アツ。結構もうマンズ厳しいと思うんですよね。今は現物だからいいけど、うん、カンするかな。じゃあしないしないかな。でもありますからね、でも積もりたいですよね、一杯でも。はい、うん、あ、カンする、うん、ここは積ものチャンスを増やしてドラ急走。ドラ急走、リンシャンから持ってきたのはマンズでした。パーマン、まあ、ちょっとなんていうんですかね、相手に言ってるぞっていうところのアピールじゃないですけど、はいはい、
そういうところも感はね、感が感をすると、うん、そうなんですか、まあ、遠い手とか悪い手の時って感したくないじゃないですか。したくないですね、はいはい。そう、縛ったわ。ただ他の人をやる気にさせる場合もありますよね。あります。だから、おお、あ、積もった、いました、換算満積もったキムテヒョン、これは大きい、うん、これでどうなった点数。本一ヤクヤクドラドラ2番手浮上ですね。大きな上がりをものにしました。ハネマンの上がりキムテヒョン、トンバ終了です。